皆様こんにちは、写真家の瀬田孝之です。今日はですね、私の作品をプリントしてもらっている、プリントアーティストの白田さんと今からですね、私の作品の打ち合わせをします。で、私の診断を見ているプリントアーティストのもうすごいです今からちょっとね、この様子見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 OK お願いします。こちらこそよろしくお願いします。で、一枚一枚行きましょう。はい、あの、いわゆるこう写真にして判断しないと、理解ができないというのは多いので、まず、フラミとしたこっちが近いんです、こっちが近いですね。で、それで、もう少し鼻にマゼンタが入るといいかなと思って、もうちょっとだけ、このトリカブトの色味が、紫がかった方が、全体的にちょっと青が強いかな、じゃあこれマゼンタですね。そうですね、マゼンタ少し、はい、光の感じとかはいい感じなので、とりあえずは、OK です。そうですね、はい、そのぐらいで、はい、ただまああの、グリーンとかにはあんまり乗りすぎない、そうですよね。ただまあでも、まあでもあれだ、全体的にマゼンタ少し入ってもいいぐらいですね、これは、今近いの、こっちが近いかな、これの方が明るいのかな、どうぞ。そうですね、なのでこの辺の濃度を見てもらうと分かる、そうですね、この辺分かりづらいけど、この辺で明らかに明るさが変わってるんで、ただ、あ、でも、そうですね、額入れた時のイメージ、あ、でもやっぱこっちの方はちょっと自然に見えるかなと思うね、これはこれで、はい、シャドウの辺りとかも、後ろ見えるよね。はい、ありがとうございます。はい、わかりました。この、全体こっちはブルーが入ってるんですよ。なので、少しちょっとブルー入れて、この、完全に緑っていうよりは、完全に緑っていうよりは、ちょっとこのブルーがベースに混ざったような、少し引き締まった色味にしたい。ちょっとワイミが、強いので、これも少しこの、なんていうんですかね、ブルーかな、ブルーですね、ブルーで引き締めたい、ですね、全体の印象としてはいいので、これの右ですね、右からブルーかな、右でブルーを入れて、これはいいんじゃないでしょうか、非常に、すごい綺麗、ありがとうございます、これはいいと思います、はい、こっちで、こっちで、まあ、イメージとしてはこ、まあ、中間なんですけども、中間あたりは、まあ、でもこっちの方が明るいので、それで、ただ青が爽やかすぎるところをもう少し抑えたいので、少しマゼンタを入れるとどうなりますか、マゼンタを2.5 くらいが分かりやすいかな、2.5 ぐらい、はい、であればこの手前の葉っぱの、この水草がはっきりと出るので、マゼンタですね、そうですね、マゼンタ2、マゼンタ 2.5 ぐらい入れたいですね、はい、マゼンタがだいぶ乗っちゃうから、ブルーだけでもいいかもしれないですね、ブルーで、ブルーブルーの 1.25 で、まあこれでいうところの、そうですね、これは色を見るときの切り目ですね、ブルーとかいろんな色があります、これでじゃあ作ってます、とこのちょっと強めのマゼンタかな、ブルーですね、ブルーですね、ブルー
入れてください、うん、はい、こう塗りたいんですよね。まあ色味の方法、そうですね、前が少し入ってもいいぐらいではあるんですよ。それだけそのギリギリを攻めていただいて、ブルーの 2.5 ね、ブルーの 2.5、 ここにブルーを 1.25 で置こうか、ここの色味シアンが乗ってるところをこう 1.25、 はい、 1.25、 全体の濃度が4倍とも違うはず、うん、こっちかこっちかもと思いますね。うん、これでいきます。あ、はいはい、ありがとうございます。写真的に合格はこんなんです、うん、俺もこれです、はい、あとはあの表現者のイメージっていうの大事だから、こっち 3% とか、うん、3% っていうのはあの本当に一般の人がわからない色って、うん、で、あのここで本物の色味を作れるんで、色のサンプルがパッと出るんです。うん、はい、ありがとうございます。これだとちょっとまだシアンが鹿とかに乗ってるので、うん、このぐらいかちょっと押さえるぐらいで、うん、じゃあ M3 だね、 M3 ぐらいで、ね、でこの紙やっぱり場所違いで見たら全く違って見えますか、うん、もうちょっとだけサイド上げるのかな、うん、この辺りの締まり方、縦にこの茶色がもうちょっとだけ、はいはい、ちょっとグッと締まってほしいんですよね、うん、この色はすごくいいような気がするんだけど、そうですね、このただちょっとやっぱりここら辺に Y がやっぱ乗ってる感じがするので、じゃあやっぱりあのブルー、うん、ブルーシアンで、そうですね、ブルーシアンでここもちょっと抑えたい、はい、サイドを少し上げるのが早いかな、全体のバランスで、そうですね、ブルーの方にして、うん、マゼンタを 1.25、 うん、うん、まあこのぐらいで、ね、方向的にね、方向的にはうん、理由が補正していただいて、うん、でちょっとマゼンタに寄りすぎないようなイメージで、うん、ブルーで一回この茶色の部分を赤に持っていって、うん、で、そのシアンで、うん、白の部分の赤さをちょっと補正するように、うん、これでお願いします、はい、ブルー系統で、あ、こんぐらいまでいっちゃって、うん、ブルーで、雨は改善しますね、でシアン乗せるとだいぶあるのかな、うん、ブルーになりますか、こんなもんか、うんうん、そうですね、うん、M2.5 の B1.25 で、うん、全体的に色がやっぱり偏りやすいんだな、難しいこれ、どうしよう、うん、飛びやすいとこはそうですね、チェックチェック、あとこの辺りで、あのカラーのバランス持ってかれると濃度が変わるので、うん、ブルーの、うん、5%、うん、あの商売人とかラボの人間のほんの気持ちっていう、そうですね、うん、こんな感じで、うん、そうです ね、はい、でも 1.25、1ぐらい、うん、ほんと微調整ですよ、微調整ですね、これも多分難しかったやつ、ちょっと P の位置で、はい、
ありがとうございます。はい、それで、ありがとうございます。